回はカナダです。吉成用 in モントリオール、イエーイ。ということで今回はオタクトンという、まあ、アニメイベントに紹介されました。でカナダのアニメコンベンション自体にトリガーが参加するのは初めて。カナダでどういうアニメ見られてたのね、まあ、それをこうリサーチ、はい、行きますアメリカとは違うだろうから、はい、どういう感じなのかって、まあ事前に聞いた話だと観客の人たちはすごく若いと言ってたね、はい、果たして若い人たちにトリガーはアニメが浸透してるのかなって若干心配ではあります。アメリカともヨーロッパとも違うんで、はい、どういう、うん、ね、まあ未知数っていうのが、未知数ですね。確かに。そもそもカナダに上陸するのもお二人初だと思うんですけど、第一印象はどうですか？第一印象、まあ来たばっかりなんでちょっとあんまり巡れてないですけど非常に住みやすそうなところです。ここに移住したいですね。いや夏来るには秘書として非常に良いので、いや冬はすごい寒いらしいんですよ、ね、いやマイナス40度って言ってました。40度やばいよな。どうやったら40度で生きてられるんだ。言い方了解です。楽しみ、いや楽しみですね。頑張りましょう。イエーイ。植物園ってこういうことなのかっていうのが違いますよね。これただ人間の人工物公園みたいになっちゃってますけど。あ、ちょこちょこいるね。え、ちっちゃいやつもいますね。ちっさ。かわいい。カモが近い。カナダは鳥との距離感が近いです。あ、なんか、あ、ちょっと待って、嘘でしょ、ちっちゃいですよ。あ、早い。え、いっちゃいました。え、一瞬しか取れなかったっすわ。シマリスが、うわぁ悔しい。一瞬しか取れなかったっすわ。また出会うかも。お前これ目が回るわ。吉成さんが今やってるのはクロッキーってやつ。クロッキーとはまた違う。いや、まあいいんじゃない。なんだろうね。
スケッチじゃない。スケッチ書きたいなと思ったらスケッチするみたいな感じですか。別に、まあ、ただの日課だね。うん、日課ってことは一応毎日これぐらいは書こうみたいな。そうね、ご自分の中にあるんですか。出かけた時は何か書くという。すごい、やっぱじゃあ持ち運びやすいから iPad mini で書いてる。そうなんだよね。あ、はい、持ち運びができるもんね。はい、なるだけカバンとかを持たずにこれだけ持っていきたい。ああ、ほんと、なんかこれが収納できる服みたいなのがあった。カーゴパンツみたいなやつにポケットに突っ込んでいけたらそれが違う。あんまり持ってるって感じは出したくないから。ああ、忍ばせていきたいの。でも忍んでましたよ。俺今日だから出かけた時に、うん、石井さんカバン小さいなと思って、うん、iPad 持ってきてないなと思いました、うん、そしたらやっぱミニは入るんですね。So this is your design? Yeah, yeah. Wow. Yeah, thank you. It was fantastic. Oh, thank you very much. I loved it, I loved it. Alright, thank you very much, thank you. Hello. Just want to say congratulations for the work design on the Cyberpunk anime show. Yeah. It was a really nice job and then it turned out like, in a really cool way. Thank you very much, thank you. でもあの人だから多分厨房行っているぜみたいな言ってきたってことですよね。いるぜみたいな。おもろ。無事オタクトン終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。あのね、今回初カナダで、まあ、アニメコンベンションに参加したわけですけど、あの結構盛り上がりましたよね。そうですね、思った以上にね。ちゃんとカナダにもトリガーファンがいてくれたって。そうだね。あの最初吉谷さん、まあ、その若い人が多いっていうのを聞いてたんで、うん、まあ、結構心配してたじゃないですか。そうね、トリガーとか、まあ、ガイナックスの頃から釣ってる人とかそういう人はいないんじゃないかと。でもちまちまいたじゃん、はい、でも結構いましたよね、うん、意外といたよね。まあね、まだねガイナの話とかするお客さんもいるってことはね、まあ、結構日本のアニメがずっと見られてるってことではあるから、ね、いろんな国に行ってもね日本のアニメを見てるっていう話はすごい聞くから、
やっぱりまあ先人の人たちが作ってきたものから受け継いだものですかね。初カナダはどうでした？そのカナダ、ね、カナダ自体。カナダ自体なんか、そうだね。一番美味しかったものとか何ですか、うん、吉成さん。美味しかったもの。まあいろいろ食べたじゃないですか。食べたのはベーグルが美味しかった。ああ、はいはい。それが一番さっぱりして美味しかった。ベーグル美味しかったです、ね。意外とまあなんかちょっとフランスの料理がベースになってるんだけど、ちょっと、はい、アメリカナイズされてるっていうか、くどい感じがあって。ちょっとね、油多いよね。うん、油多いなって。美味しいんだけど、もうちょっと腹にくるかなって感じだった。まあでも綺麗だし、はい、本当住みやすそうっていうのに尽きるのかもしれない、うん、冬がなければ。まあでもね、短い夏の間に来れたから良かったのかな、はい、まあじゃあそんな感じですかね。うん、そんな感じだね。じゃあまたどっか世界のどっかで会えるといいですね。イエーイ、会いましょう。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。